おお、キリュウさん、よう来たの。急にメンバーが腹壊しょったんじゃ。じゃけ、宿代の代わりと思うてくれや。ああ、分かってる。いいの、くん。あんまりキリュウさんに恩着せがましくしないでよ。なんなら、キヨちゃん、わっとるよ。じゃけど、本人がええ言うとるんじゃけ。キヨちゃんも、そがーにこいつの肩持つことはないんじゃないの？イーノ君には関係ないでしょ。冷たいの。おいじゃ、キリュウさんはライトの8番じゃ。じゃけど、あんまり頑張りすぎんでええわ。わしら、気軽に楽しゅう野球するのがモットーじゃけ。そう？でも相手チームはそういうつもりじゃないみたいよ。見て、キリュウさん。ん？面白いもんじゃ。のう、よくよく踊れとは縁があるの。本当に狭い町だな、ここは。キヨちゃん、あんた、なんでまたそいつと一緒なんじゃ。何？別にいいでしょ。ええわけないじゃろ。なあ、キヨちゃん、わしの気持ちはよう分かっとるはずじゃろうが。そんなうさんくさい男に近づいちゃいかんど。わしの身にもなってくれや。ああ、気色悪い声出すな、ナグモ。キヨちゃんはお前なんぞ興味ないんで。外野はすっこんどれや、バカだれ。踊れも英気になっとるんじゃなあと。もうあの店には出入り禁止じゃ。踊れ、今度キヨちゃんの店に近づいたら命はないと思えや。勝手なことばっかり。そろそろ試合じゃねえのか。あんたらのベンチはあっちだ。言われんでも分かっとる。頭、もういいじゃないですか。さあ、みんな待ってますから。おう。今日の試合は荒れそうじゃの。あんた、前に投げ元なんかあったんか。いや、ちょっとした因縁でな。それより、あいつらとはよく試合するのか。相手はヤクザだろ。ヤクザは今おった広瀬一家の3人だけじゃ。後のメンバーは仇じゃけ。それにの、南雲もあれで野球にだけは真面目じゃ。なんかあってもわしが守っちゃるけ。あんたもあのバカたれは気にせんでええど。野球に関しちゃ真面目なんじゃなかったのか。あの人、全員デッドボールにする気みたい。カモン、どうした、早うかかってこんか。いいのこれ、乱闘じゃろが。なんじゃ腰抜けが。威勢が良かったんはガキンコロだけか。おう、踊れ。それでも金玉ついとるか。松永の兄貴、次のバッター、あの桐生っておっさんす。ああ、じゃけど頭は何ムキになっとんじゃ。野球までむちゃくちゃしょったら、あの人のええとこなんもなくなるで。さあ、どうでもいいですよ。今日は頭、乱闘しねえと収まらないみたいだし。なら、とっとと終わらせて帰りましょう。ほうじゃの。大丈夫、キリュウさん。南雲が狙ってんのは俺だ。もう少し俺の打順が早けりゃ、他の連中に痛い思いさせずに済んだかもな。え？本命のお出ましじゃ。
今日はよう指が滑りよるけ。わしも自分の弾がどこに向かうか責任が持てんのじゃ。悪気はないんで。顔面と真ん中にぶち込んだろ。見とれよ、腐れけどが。死ねよ。確かに今日は指がよく滑るな。俺も自分のバットがどこに飛ぶか責任が持てねえ。ほうか。始めますか、松永の兄貴。おう。まずいでこりゃ。お遊びはここまでじゃの。よっしゃ、喧嘩じゃ喧嘩。試合終了だ、ナグモ。お、踊れ。こん、カバチタレが勝手に終わらすな。お疲れ。